倍返しだ。皆さんこんにちは。今回はガトーショコラです。まずはじめにチョコレートとバターをボウルに入れて湯煎にかけて溶かしておきます。溶けるのを待つ間に卵白を泡立てます。卵白を泡立てるとき、グラニュー糖 25g を2回に分けて入れて混ぜます。卵白は6分立てくらいに泡立ててください。泡立てすぎないよう注意してください。卵白ができたら次は卵黄を混ぜていきます。卵黄にもグラニュー糖を 25g 入れて混ぜてください。こちらは白くマヨネーズ状になるまで泡立てます。卵黄が準備できたら先ほど作った卵白の 1.3 を入れて切り混ぜます。ある程度混ざったら湯煎で溶かしておいたチョコレートを入れてください。チョコレートを入れたらまた卵白を 1.3 ほど入れて混ぜます。ここまで混ぜたら次は粉類をふるいにかけて入れます。この時入れる量は全体の半分ほどです。さっくりと混ぜたら残った粉を入れてさらに混ぜてください。粉がしっかりと混ざったらグランマニエ、オレンジピール、くるみを入れて滑らかになるまで混ぜます。生地がよく混ざったら残っていた卵白を全部入れて仕上げてください。ここまでできたら生地を型に入れます。型はお好みでいいのですが、焼くと膨らみますのでその分を計算して生地を入れてください。パンとは違いそこまで多くありません。生地を入れ終わったら空気を抜いてください。型を少し持ち上げてトントンと落とすように抜きます。ここまでできたら焼成です。170度で15分焼いてください。無事に焼き上がりました。仕上がり確認は竹串糖を刺してさらりとした生地がついてくれば焼き上がっています。粗熱が取れたら飾り用のくるみとオレンジピールを乗せて飾り粉糖を振りかけて完成です。